新しいゴミの分け方・出し方。平成30年4月からゴミの分別方法が変わります。平成30年4月から今治市新クリーンセンターが稼働します。新クリーンセンターでは環境、省エネ、コスト削減、リサイクル推進など様々な利点が期待されています。それに伴い今治市ではゴミの分別・収集方法が一部変更されます。このビデオでは変更点・注意する点を紹介しますのでご確認をお願いします。それでは分別方法の大まかな変更点をご案内します。まずは一般ゴミの変更点です。一般ゴミは燃やせるゴミ黄色の袋、燃やせないゴミ緑色の袋、軟質プラスチックゴミ白色の袋の3種類から、燃やせるゴミと燃やせないゴミの2種類に変更されます。軟質プラスチックゴミの収集はなくなります。それに伴い軟質プラスチック用ゴミ袋は使用しなくなりますのでご注意ください。ただし当面は燃やせるゴミ袋として利用できます。今回の変更でプラスチック製容器包装と白色トレイは資源ゴミとして収集することになります。そのため資源ゴミの区分は瓶類、缶類、ペットボトル、紙類、布類、プラスチック製容器包装、白色トレイとなります。白色トレイは月2回の資源ごみの日に出していただきます。プラスチック製容器包装は資源ごみの日とは別に週1回資源ごみ集積所に出していただきます。それでは今回大きく変更された点、プラスチック製容器包装について説明していきます。今回新たに資源ごみに加わったプラスチック製容器包装、これは一体どのようなものなのか詳しく見ていきましょう。プラスチック製容器包装とは、商品を入れる容器および商品を包む包装であり、商品を消費したり商品と分離した場合に不要となるものです。プラスチック製容器包装の主な種類として、シャンプー、洗剤などのボトル類、歯磨き粉などのチューブ類、野菜や果物に使われるネット類、肉や魚のトレイ、プリン、カップ麺などのカップ類、ペットボトルなどのキャップ類、レジ袋、お菓子などのポリ袋、ラップ類、家電製品などを梱包している緩衝材などが対象となります。対象商品にはご覧のプラマークがついていますので、プラマークを目印にして分別してください。プラスチック製容器包装を出すときは、資源ごみ集積所にあります黄色のネットへ直接入れてください。プラスチック製容器包装を出す場合は次の点に注意してください。お弁当の容器などは食べ残しがないようにし、資源として再生利用するため、汚れている場合は軽く水洗いをしてから出してください。プラスチック製容器包装は週1回の収集日までご家庭で保管してください。また異物混入防止のため、袋に入れたままネットには入れないでください。
分かりにくいもの。次に挙げるものはプラスチック製容器包装ではありません。ご注意ください。クリーニングの袋、ダイレクトメールの封筒、紙マークが記載されたカップ、また洗っても汚れが取れにくいもので、弁当についている醤油の小袋、わさびやからしなどが入っていたチューブ、マヨネーズやソースなどが入っていた容器については、汚れが取れにくい場合は燃やせるごみへ出してください。では対象にならないものはどういったものがあるのでしょうか。ボールペン、歯ブラシ、CD、DVD ケース、プラスチック製バケツなど、プラマークのついていないプラスチック製品は燃やせるゴミへ出してください。皆さんのご協力で回収されたプラスチック製容器包装は、新クリーンセンターで処理され、パレットやプラスチック製植木鉢などにリサイクルされます。新しく資源ゴミに分類されたプラスチック製容器包装の出し方についてご理解していただけましたか。白色トレーの出し方の詳細は次のゴミの分別の仕方・出し方の確認の中で説明します。それではこれからそれぞれのゴミについて分別の仕方・出し方を確認していきましょう。まずは資源ごみについて確認しましょう。瓶、瓶として出せるものはジュース、ワイン、お醤油などの飲食用の瓶や化粧品などの瓶が対象になります。瓶を出すときは割れないように注意し、資源ごみ集積所にある専用のコンテナへ、無色、茶色、その他の色の3種類に分けて出してください。対象とならないもの、次のものは瓶として出せません。陶器類、耐熱ガラス、飲食用・化粧用でも油分の多い瓶、ガラス食器や割れた瓶などは燃やせないゴミに出してください。ビール瓶、一升瓶などのリターナブル瓶は洗って販売店へ返却してください。ペットボトル、ペットボトルとして出せるものは飲料用、酒類用、醤油用、みりん風調味料、食酢、調味酢などのペットボトルが対象になります。資源ごみ集積所にある専用のネットに入れて出してください。出す時の注意点、キャップはプラスチック製容器包装へ出してください。対象とならないもの、次のものはペットボトルとして出せません。飲食用でもタレ、ソース、ドレッシング類など油分が多いものは燃やせるゴミで出してください。空き缶、飲み物や食べ物が入っていた缶が対象です。ペットの餌やお菓子の缶なども対象です。紙類、紙類として出せるものは新聞紙、雑誌、雑紙、紙パック、内側が白色のもの、段ボールが対象になります。種類ごとに分け、紐で十文字に縛って出してください。出す時の注意点、紙パックは洗って、開き、乾かしてください。新聞の折り込み広告は新聞紙と一緒に出してください。段ボールについているテープ、伝票、
留め具は外してください。また雨の時や雨が予想される時は排出を控えてください。対象とならないもの、次のものは紙類として出せません。感熱紙、圧着はがき、写真、カーボン紙、ノーカーボン紙、紙パックで内側が緑色や銀色のもの、紙皿などの防水加工された紙、汚れや匂いのついた紙は燃やせるゴミで出してください。布類、布類として出せるものは毛糸製品を含む衣類、布類、シーツ、タオル、毛布、着物などが対象になります。紐で十文字に縛って出してください。出す時の注意点、衣類のボタンやファスナーはつけたままにしてください。汚れや痛みがひどいものは燃やせるゴミで出してください。また雨の時や雨が予想される時は排出を控えてください。対象とならないもの、次のものは布類で出せません。布団、カーペットは粗大ごみで出してください。座布団、ぬいぐるみ、斑点などの綿入り製品、下着、カーテンなどは燃やせるごみで出してください。有害ごみ、危険ごみ。有害ごみである電池類、蛍光管、水銀体温計、また危険ごみのスプレー缶やガスボンベ缶、ライター類は所定の黄色いコンテナへ入れてください。白熱電球など水銀が含まれないものは燃やせないゴミで出してください。ガスが入っていた缶、ライターは必ず中身を使い切ってガス抜きをしてからお出しください。ガスが残ったままだと事故が起こる可能性があります。それでは新たに追加されます白色トレーについて説明します。肉、魚、惣菜、野菜、果物などを包装するために使われる発泡スチロール製の白色のトレーです。月2回の資源ごみの日に資源ごみ集積所にある白色のネットへ直接入れてください。もちろんスーパーなどの店頭で回収されているところもありますので、そちらに出していただいても構いません。出す時の注意点、資源として再生利用しますので、軽く水洗いをして汚れを落としてから出してください。対象とならないもの、豆腐や納豆の容器などはプラスチック製容器包装の収集日に出してください。また色付きや柄付きのトレイは出せません。色付きや柄付きのトレイはプラスチック製容器包装で出してください。それでは次に燃やせるゴミについて確認しましょう。燃やせるゴミ、燃やせるゴミとして出せるのは生ゴミ、紙おむつ、貼り薬、革製品類、布、紙類で資源にならないもの、草、剪定枝、木製品類などに加えて、今回からプラスチック製品やゴム製品が対象になります。燃やすゴミを出すときは必ず今治市指定ゴミ袋、燃やせるゴミ用を使用してください。出す際の注意点、生ゴミはしっかり水切りを行います。紙おむつの汚物はトイレに流します。プラスチック製品やゴム製品が追加となるため、燃やせるゴミの量が増えてくることが予想されます。燃やせるゴミを減らすため、資源ゴミの分別をしっかり行いましょう。
ここからは燃やせないゴミの区分に該当するものを種類ごとに確認しましょう。今回からは硬いプラスチック製品は燃やせるゴミになりますから、それ以外の金属類、ガラス製品類、陶磁器類が燃やせないゴミです。例えば鍋、アルミ箔、アルミホイル、耐熱ガラス、食器、花瓶、白熱電球などが対象になります。出す時の注意点、鋭利なものや割れたものは危険防止のため厚紙などに包み、内容を表示して出してください。燃やせないゴミを出す時は必ず今治市指定ゴミ袋を使用してください。粗大ゴミ、粗大ゴミとして出せるものは今治市指定のゴミ袋に入らない大きさのものや、入っても袋の口が縛れないもの、または1枚の袋が破れてしまう重さのものが対象になります。また今回から収集車火災防止のために、燃えないゴミ袋に入っても石油ストーブは全てが粗大ゴミ扱いの対象品目に追加されます。対象品目と手数料について詳しくは市のホームページで確認するか、粗大ごみ受付センターに直接お電話で確認してください。平成30年4月から新クリーンセンター稼働によるごみの分別方法の変更に合わせて、ごみの収集方法が変更されます。燃やせるごみ、燃やせないごみ、資源ごみの収集回数は変更ありません。プラスチック製容器包装は毎週1回資源ごみ集積所に出していただくことになります。また収集日が変更となる地区がありますので、詳しくは各地区で配布されますごみカレンダーでご確認ください。ルール違反のごみは町の美観を損ねるだけでなく、不衛生でご近所に迷惑をかけることにもなります。各自治会、また利用者が責任を持って決められたルールを守り、分別し正しく出すようお願いします。またルール違反のゴミについては、自治会、利用者で再分別し出し直しをしていただくこととなっていますので、よろしくお願いします。資源循環型の社会を目指す今治市、平成30年4月から稼働する新しいクリーンセンターは、ごみ焼却の熱エネルギー利用や焼却灰の資源化など、さまざまな新しい機能を有するとともに、安全安心で人と地域と世代をつなぐ今治クリーンセンターを基本コンセプトに、市民の皆様とともに住みよいきれいな町、環境にいい町づくりを目指していきます。なお、このビデオで紹介したゴミの分別、出し方の内容は基本的な部分です。詳しくはゴミカレンダーやパンフレット、もしくは市のホームページをご覧ください。